5分でわかるモルガナ編成。明日どうも福士ペアスです。今回はカーン、ウェンティ、モナ、ディオナの4人の編成の紹介です。パーティーの概要。凍結とウェンティの爆発襲撃で敵を縛りながら、バフモリのカーンで火力を出す編成。回心率は氷風4、氷共鳴で稼ぎつつ、水物では攻撃力、回心ダメージのステータスを稼ぎます。もちろん水力デバフ、竜殺し、吸気族4の攻撃バフ、モナのダメージバフ、カーンの氷バフなど、バフ効果はモリモリ。防御面は凍結襲撃での敵の拘束と、ディオナのシールド&回復で担保します。凍結襲撃が有効な集団戦が得意な印象ですが、DPS がカーン1人だけに偏るパーティー構築、正直火力不足を感じさせます。私の育成不足もありますが、流行投手よりはかなり評価が落ちた印象です。カーンはアモス氷風4、凍結アタッカービルド。ウェンティは聖風水力4サポートビルド。モナは竜殺し絶縁4、バフチャージ両立ビルド。ディオナは最霊級貴族4、サポート特化ビルドです。各キャラ、カーンは銃撃爆発で火力を出すメインアタッカー。回心率は氷風4、氷共鳴で 55%。固有テンプで銃撃はさらに 20% 確保できるため、自身回心率は10から20あれば十分です。カウンで十分火力が出せるよう、アモスか弱水がおすすめ。モナはバフサポーター、竜殺しで攻撃 48% バフ。ローテーション的にもモナに吸気族を持たせると、攻撃バフ効果をカウンで存分に活かせます。爆発のダメージアップ効果は、氷元素が付着した敵に爆発を当てることで、マックス13秒まで伸ばすことができます。ウェンティは水力デバフ、粒子サポート、襲敵、高速などを含めたサポーター。襲敵が有効な耐臭弾などで強く、もちろん水力デバフや爆発エネルギー変換と清風でもパーティー粒子をサポートします。パーティー粒子が安定していれば終焉がベストです。ディオナはシールドヒーラーでのサポート役。高い粒子生成量で氷元素を生んだり、氷共鳴発動要因でもあります。シールド兼ヒーラーで安定感を担保しますが、とはいえディオナが火力を出すというわけではないため、モナに金箔を持たせ、氷枠は神格の方が良いかもしれません。これを踏まえてローテーション例、まずはディオナの爆発スキルでシールドと回復環境を設置、カウの爆発で範囲氷ダメージを設置、ウェンティのスキルから爆発で襲撃環境を準備、モナの爆発で火ダメージアップし、スキルで凍結環境を準備、爆発凍結で火ダメージアップの延長を図り、カウの銃撃を打ち込んでいきます。意識すべきはモナの爆発タイミング、氷付着した状態、またカウの前に打つことが重要です。火力を出すならカウの育成度が重要です。最後にバージョン 3.0、螺旋12層をこのパーティーで攻略します。良ければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ふぅ、逃げようなんて思う。ついていきます。伝説の宿命。これが運命です。運命。部外者禁止。気をつけて。飲みすぎだよ。風雪の縮む風だ。ここだよ。これが運命です。部外者禁止。Thank you.
足元に気をつけて。風だ。